サンタントーニオ聖堂サンタントーニオだ、パードバ聖堂は、パードバ市民には、単に、イルサントとして呼ばれ、カトリック教会のバシリカ。パードバで最も重要な教会の一つであり、世界でも多くの来訪者が訪れる教会の一つでも、ある。パードバの聖アントニオの遷遺物を保管している。パードバの大聖堂やドゥオーモといった類の称号は、ない。 ロマネスクのファサード、ゴシックのアーチ、ビサンティン様式のクーポラ、イスラム美術を取り入れた手楼など異なる様式の完璧な調和という特徴を持ち世界でも珍しい巨大建築物となっている。聖人の遺体は彼の願いにより彼が1229年に設立した修道院の隣にあるサンタマリーヤ、マーテルドミニ小教会に葬られた。その教会は 聖堂の建設時に中心部分としてマドンナモーラ礼拝堂として組み入れられた。聖堂のクーポラ聖堂の建設は聖アントニオの死んだ翌年の1232年には始まっていたと考えられており、完成は1310年にまで長引いた。1394年の火事とそれによる首脳の崩壊により、聖堂の整理のための改築は15世紀まで続いた。 15世紀の作業は、回廊の増築、内人石の再整理、新しい中庭の設置を含む。カローナ出身のセルマルティーノの息子である、彫刻家で建築家のピエトロ・ロンバルドが29歳の1464年に、ルネサンス様式で彫刻した、アントニオ・ロゼッリの人1467年のヤーコ・ポッパビーニの墓碑が聖堂内にある。 正面の広場には素晴らしいドナテロによるカッタメラー焚き場像が置かれている。ドナテロは主祭壇や聖火体の囲い、ブロンズのキリストの焚形像も作成した。主祭壇には輪になった七聖人、聖母子、ダニエーレ、フランチェスコ、アントーニオ、ジュスティーナ、プロズドーチも、ルドビーコが置かれている。聖人の墓と共に礼拝堂に含まれている。 聖堂の中でも尊敬されている重要な場所の一つ。七段の階段のついた台座の上にある。キツヤーのアスペッティの作で特徴的な三つの彫像。中央の聖アントーニを、側にいるのは聖、ボナベントーラーとフランチェスコ会の司教となるトローナの聖ルイージがある。祭壇の背後には、年代順に並べると、アントニオ・ミネロ、ジョバン・ミルビーのシルビオ・コジニ、ダネーゼ。 カッターネオ、ジローラモ・カンパーニャ、ヤーコポ・サンソビーノ、トゥッリオ・ロンバルド、ジョバンニ・マリーア・モスカ、ピエル・パオロ・ステッラといった16世紀の異なる彫刻家が手がけた9つの大理石の薄肉彫りがある。カルロ・マッツクラアティの映画、聖アントニオと盗人たちにおいて、二人の泥棒が、聖堂により忍び込んで、聖アントニオの絶世異物箱を盗む場面と後に、 買い戻しに尋ねる場面がある。ありがとうございます。